1900から2017年の地震分布本校は、イタリアにおける地震の年表である。イタリアで発生した、主な地震の記録を年表形式で記載する。イタリア周辺のユーラシアプレートとアフリカプレートの、図地中海周辺の M5.5 以上の地震イタリア付近は、アフリカプレートとユーラシアプレートが衝突し、互いに押し合っている地域で、 テクトニクス的にも地質学的にも複雑な地域であり、地震活動が活発に見られる。イタリアは同じヨーロッパのギリシャやトルコと同様に地震の多い国であり、古代、中世以降の地震被害の記録が数多く残されている。2500年の間にイタリアでは3万回以上の地震が起きた。メルカリシンド階級4以上のものだけに絞っても560回。 以上起きている。20世紀では7回の地震が6.5以上のマグニチュードを有していた。イタリアで地震が多いのは、端的に言えば、ユーラシアプレートとアフリカプレートの中速境界部分にあたり、断層が多いためであり、プレートが年間4から10ミリメートルのペースで動いているからであるが、この地域は地質構造が日本以上に複雑で、 単純なプレートの沈み込みなどでは説明できない。イタリアでは中世代以降の地殻変動により現在のイタリア半島西岸にあたる地殻が今のコルシカ島付近から東に移動してきた。この近くの島園では古希地中海にあたる海洋プレートがこの近くに向かって沈み込み、深帯や火山帯を作りながら現在のイタリア半島東岸にあたる地殻へと接近していった。 やがて両者が衝突すると沈み込みは緩んで衝突、圧縮に変わりアペニン山脈を形成した。現在のイタリアの地震の分布を見るとアルプスの南西端からアペニン山脈へと長い弓のように連なっており山脈と地震帯が一致している。ただしイタリアにおいては日本のように規模の大きな地震は少ない。 イタリアの自然災害研究は従来から地震研究よりも火山研究に重点が置かれているものの地震発生体の研究などは行われている。イタリアでは古い文献など地震についての資料が数多く残され原因などを想像し関心を寄せていたが地震の原因などの研究に関心が持たれたのは15世紀頃からで地震学の発展とともに 地震の原因と地理的分布に関する研究が行われるようになったのは19世紀頃となる。近年は地震観測ネットワークなどが発展し、様々な観点から災害管理を行い都市計画や重要施設の建設や保護に生かされている。また、1992年に設置された災害防護国民サービスにより、イタリア市民保護局つまり、 全国的な組織を中心とした迅速で広域的な対応が可能となっている。イタリアは1974年に初めて地震対策法が制定され、それは鉄筋やコンクリートなどで建物を補強することを定めたものだったが、南部のシチリア、カラブリア州が対象だった。その後、イルピニア地震や2002年のモリーゼ地震を経て、 全土を危険度で4地域に分け耐震建築を義務付ける改正法が2003年3月20日に導入された。イタリアでは新たに耐震に関する法律の起草が2003年に始まった。その実行力を持つ法律の発布というのは EU に参加する国の中で共通に規定されている構造設計に関する法律であるユーロコードに従って調査されて2008年に 制定された。その一方、歴史的地域では耐震基準の遵守が免除されており、新築の場合でも耐震構造が取り入れられないことが多い。また、地震対策法は負担が増えると予測される建設業界への配慮から2010年までの猶予を設けていた。さらに、2016年8月の地震では耐震補強は施された建物が倒壊しており、 手抜き工事などの指摘もされている。また、新築の建物でも耐震性の少ない建物が多く存在している。さらに、北部の振り売りなどは、振り売り自身の経験から耐震建築が広がったが、中部や南部では耐震建築は広がっていない。新築の建物でも1割から3割ほどである。2009年4月現在、学校や病院などの公的機関のうち、 約8万箇所が高危険度とされており、イタリア全土に2万2千校ある学校のうち、耐震基準を満たしているのは9千校である。中世に起きた地震の紹介。ありがとうございます。